から戻ってきて、あ、まあ気が治ったんでね、はい、動けるんで、とてもサッカー楽しいですけどね。やっぱ改めてそのあたり早く戻ってこられたというのも、最初見た時ゾッとしたんで、怪我した時ですか、うん、はいはい、まあまあ早く戻ってこれてよかったです、はい。で今監督交代などでどんなこと感じてますか。やっぱしね、チームのためにね、自分が何ができるかってとこだと思うんで、やっぱ選手の務めはね、自分のパフォーマンス 100% 出せる、舞台が来た時に出せることが一番大事だと思うし、まあ、その中で監督がね選ぶと思うんでね、選手を、まあ、まずは監督変わりましたけど、やっぱ浦和レッズのために選手が何ができるか、まあ、自分は何ができるかっていうところが選手の、ね、本質だと思うんで、まあ、そこに限ると思いますけど、まあ、簡単には気持ちの整理はつかないでしょうけども、その聞いた時から今のでって、今改めてその辺で意識してる部分、いやもうね、ミシャが残した功績っていうのはね、もう誰が見ても素晴らしい、サッカーがね、まあ、日本にはもたらされたと思うんでね、まあ、彼は本当に素晴らしい人格者であって指導者であったので、本当に出会えたことはとても嬉しく思いますけどね、まあ、本当さっき言ったように浦和レッズが勝つために何ができるかなんでね、そのために、日々練習から、精一杯頑張っていきたいです。堀さんになってっていうところで今感じてる部分とかどうですか。いやもうすごくね、こう細かく守備の部分とかね、今練習中やミーティングで言ってるんでね、選手の意識も高まってると思うし、まあ、これをねピッチで、しっかり見せることができれば、また新しい浦和レッズが見れるんじゃないかなと思いますね。一番変化としてというのでいかがですか。まあ、守備の細かさって、細かさの意識ってところじゃないですか、はい、今日もあの後ろの選手が前にいる選手へはっきり声出すように見た聞こえてきたんですけど、まあ、そういうね、簡単にできることをね、こうまた再構築してる感じなんで、まあ、とてもね再確認させられる部分がたくさんあります。ダービーですけれども、いやもうね、いろんな人が注目してると思うし、埼玉ダービーなんでね、前回負けてるし、埼玉スタジアムで絶対勝ってね、堀さんのね、1勝目をね、1歩目を踏み出したいと思います。この間あの大宮の試合見てて、あのポドルスキー選手のゴール見た時、あ、これリー選手もやりそうなあのミドルシュートミドルシュートとか振り向きざまのあれ、はい、何でもやりますからね僕はそうできますよね、きっとできます、はい、サポーターへ一言お願いします。本当に新たな、第一歩目が埼玉ダービーという素晴らしい舞台なんでね、ぜひスタジアムに足を運んで、共に戦って第一歩目をね踏み出したいと思います。本当に共に戦ってまた新しい浦和レッズの歴史を作っていきましょう。マジで決めてくださいね、はい、頑張ります、はい。